やあ、マスター。どうしたんだ？うん。俺は、戦闘以外だと霊体化したまま、ぼーっとしがちだからな。たまに、あの二人が様子を見に来るんだ。心配をかけたくないので、最近は、ちょくちょく実体化するようにしている。マスターの言っていた忍者の人や、海賊の人にも会ってみたぞ。そうだな。クラスアサシンの気配遮断の恐ろしさは、なんとなく理解しているつもりだったが、忍者はまた、別口の恐ろしさがあるな。見えているはずなのに、見えていないというか、気を抜くと、いなくなっているような感じだった。加藤という忍者に聞いたが、風魔とは日本の忍者でも最高位らしいな。そういう人がサーヴァントにいるのは実に心強い。あとはそうだ、道化師のサーヴァントにも出会ったな。ホムンクルス、俺と同志らしい。確かに握手した時にそんな感覚があった。あんなホムンクルスもいるのか。何もかもが驚きだ。ああ、自分のことばかり喋ってしまったな。どうしたマスター？戦闘ならすぐにでも出発できる。これは？ちょっと待ってくれ。確か、そうだ、バレンタインデー当たりか。そうか、喜んでいただくよ。覚えてくれていたのか、感激だ。食べるのが惜しいけど、食べなければむしろ失礼だな。本当にありがとう。あ、繋がった。コホン、戸惑うのも無理はない。情妙のものよ。たまにはそういう気分の時もあるんだ。マスターとサーヴァントは夢でつながることがある、そう聞いている。かつて世界の裏側に来てもらった時に、あなたと精神を同調するコツはつかんだ。あと清姫さんにも協力してもらった。いい人だな、あの人は。普段できないことをこの姿でしてみようと思ってな。ぜひ付き合ってくれないか。うん、これは気分がいいな。夢だから縛りもない。世界中これほど安全なフライトはない。安心して身を任せてくれ。ああ、どこまでもだ。このまま成層圏へ飛び出し、銀河の果てまで旅立てるかもしれない。まあ俺たちの想像力でそこまで到達できるかは大いに疑問だが、いずれにせよしばらくは空の旅を楽しんでくれ。そろそろ時間だな。何しろ夢の中での出来事だ。
起きたら全てを忘れているかもしれないが、その時のための秘策も用意した。楽しみにしておいてくれ。ではさようなら。おっと、違うか。またな。背景、チョコレート、大変美味しかったです。お礼というにはあまりにささやかだけど、絵というものを初めて描いてみた。だがなかなか思い通りにはいかないものだな。それはともかく、聞くところによると枕の下に魔獣の絵を差し込む風習があるそうだ。それで悪夢を見なくなるらしい。だから俺の代わりに邪竜が悪夢を焼き払ってくれるように祈る。あなたがどうか安らかに眠れるように。俺の絵が助力になれば幸いだ。一言で説明するのがなかなか難しいな。ただあの黒ひげという人は、そうだな、怖いな。少しでも気を抜くと引き抜いた拳銃で撃たれそうだった。一度違う人にやられた記録があるからな。心臓が頑丈なのでなんとかなったが、ちなみにあの瞬間はうなじがゾワゾワするんだぞ。マスターもゾワゾワしたら気をつけてくれ。あとはそうだ、道化師のさ